皆さん、それではそろそろ、講談のですね、パネルディスカッションといいましょうか、まあ、せっかく、前半のイラクパート後半のクエートパートで、これおそらくお話伺った方お聞きになられた方にとってはですね、イラク側とやっぱりクエート側で相当やっぱりこうインパクトが違ったんだろうなと、まあ、もちろん、イラクで、非常に厳しい思いをされた方々たくさんいらっしゃいますけども、やはりいろいろこうその時その時の状況でやはりまあ、受け止め方も違うし、まあ、困ったところも違ってきたんだろうなと思います。まあ、そんなことで、ここからは全員をが、まあ、顔をつき合わせる形でですね、パネルディスカッションに入ってい、きたいと思います。皆さんの方からも質問もどうぞ、ですね、このパネルの下の方に Q&A がございます。どうぞこちらにですね、ご自由に、質問を投げかけていただければ、私の方で取りまとめてパネリストにお話をお伺いいたします。匿名設定もできますので、ご遠慮なく、質問をお投げください。で、まあ、質問が複数集まってくる前にですね、とりあえず最後に、まあ、保坂さんの方でまとめられた、あるいは大橋さんの方から、まあ、提示された問題のですね、いくつかっていうのは本当にやはり、これからも考えていかなければいけない重要なポイントなんだと思います。で、クエトの大橋さんの方、あるいは保坂さんの方から出された問題は、やはりバグダッドに行くのが本当に正しかったのか、まあ、これは森本大使最初のご話のところで、もう本当に2つの悪が危険があったらどちらがリスクなのかということでですね、判断せざるを得なかったんだという話はありましたけども、やっぱりなぜあの時あの判断だったのかっていうのはもうちょっといろいろ詳しく聞きたいっていうご質問がやはり多く出ました。で、いくつかちょっとまとめてポイントをまとめますね。それが一つのコアなポイントです。で、二つ目のポイントは、やはりなぜ日本人がターゲットになったのか、これイラクを研究している私にとってもあれなんですけど、やっぱりイラクはそのアメリカが国交を回復する1984年までは、これはもう統計ではっきり分かるわけなんですけども、日本とドイツ、それからフランス、この3つが最大の輸出入相手国なわけですね。石油を買うのもさることながら、本当に日本は多くのものをイラクに輸出してきた。で、まあ、それをものすごく感謝もされてきた。アメリカが相手にしてくれないところを、日本は質のいい製品をどんどん輸出してくれたっていう、そういう非常に感謝されてきたっていう思いがあった分だけ、やはりなぜクエートでも多分同じだと思うんですけれども、なぜ日本人がこういうことになったのかっていうのは、やはり大きな疑問だと思います。それが2つ目、ですね。それから、これはまあどっちかというと保坂さんになるのかもしれませんけれども、なぜ予想できなかったのかっていうことですね。これは大使館もそうだと思いますけれども、まあ、我々大使館にやはりいて研究に携わってきたわけですので、じゃあ時 CNN があったら読めたかっていうと、CNN も多分読めてないと思うので、じゃあどういうふうにこの、まあ、研究者あるいは情報をちゃんとこう把握するものとして、どうすれば予測できるようになるのかっていうところのあたりですね。この3つについて、順番にお答え、議論していただければと思います。じゃあまず森本大使の方からお願いいたします。まあ、なぜあの時移動を決断しなきゃいけなかったっていうのは、そう単純じゃないんですけれども、若干繰り返しになりますけど、一つの要素としては、クウェートにおられる日本人の方がバラバラで、所在も所在確認に多大な労を要するよりは、一つのユニットとして、いていただいた方が、安否の確認とか、それぞれの方々の動静が把握しやすかったっていうことがあるんだと思うんですね。さっきイギリス人と日本人の行動様式の比較ってすごく面白いなと思いましたけども、本当にイギリス人とは自ら車を買って3時の方に自分で運転して抜け出そうとした人がいたり、絶対そのグループで集まって目立つよりは家に閉じこもって
場合によっては変装してクエト人になりすますっていうことを、まあ、やりかねないような人でたちであるのに対してですね、やっぱり日本人の方々って最初はボランタリーに大使館の敷地内に入ってこられましたけども、そうこうするうちに3355集まってくるような形になって、最終的にはやっぱり多分大使館としてもあるいは本省としても、そうであればバラバラで行動されるのをいちいち把握するような一つのユニットとして固まっていただいた方が良かったという判断があったと思うんですね。それで、まあ、今になってこんなことを言えば不謹慎だって叱られるかもしれませんけれども、皆さんでユニットになってさっきのようにバグダッドに移っていただいて、少なくとも我々大使館としては皆さんの動静を把握し得る立場にありましたし、皆さんとやり取りも手紙の更新、結構これ目立たない形で差し入れと称して手紙のやり取りをしてですね、情報をゲスト人質の皆さんから得ていたんですよね。で最初のうちはすごい検閲が入って黒塗りばっかりだった手紙が行き来するうちにものすごい数になってくると、もう黒塗りの部分が少なくなってきれいな情報も把握するようになりましたよね。でそういうその個々の皆さんとの把握もオペレーションもすごく要因になって、実はその情報がこれは私確信ありませんけども、アメリカともシェアされて、皆さんが置かれていた場所というのが戦略的にもイラクにとって重要な場所であるということが分かるということが軍事作戦にとって非常に重要だったりしてですね、だからそういうその全体的な効果を考えたときに、やっぱり一丸となっている人々とのその統制ないしはその情報交換というのが役に立ったということだと思うんですね。それで確かに不本意に移されたということはあるかもしれませんけど、結果において最終的な結果においてそちらが先ほど繰り返しになりますけど、無法地帯にバラバラに置かれていたであろう邦人の方々よりは安全が確保されて解放され、出国にまで、しかもイギリスやアメリカのように死者のない、人質の間でですね、形で終了したというのは、振り返ってみると別に結果往来と言ってはあれですけども、そういう考え方で動いていたことが幸いした側面はあるような気がします。だから次の前に行く前に小坂さんがちょっと言われたギリシャの大使館のパスポートっていうのを保有しておられたって、それ私実は知らなかったんですけれども、一つ考えられるのは88年ぐらいから東欧の何ていうのかな、体制が変換しだす、それが最終的にはソ連の崩壊に91年つながるわけですけども、ギリシャっていう国はある意味でヨーロッパにあって、旧東欧とは違った西欧に位置する国で、価値観やらも我々に近いし、何よりも中東地域に一番近いところにあるという考慮があったのかもしれませんね。イラクのパスポート、つまりイラクに切除されている日本大使館のパスポートは私得ないですよね。というのはこっちに親元があって、そんなのは大地を確認すればこんな会員いなかったってすぐ分かりますから、だからそういうことがあるのかなという、私はでもそれは全くの個人的なゲストです。それからなぜ日本が遅いのかという点については、大きな、これも大きなスパンで見れば、最初のフランス、ドイツと比べてものすごく差があったとは思いませんけども、一つやっぱり日本、あるいは日本人の方々の経済活動っていうのは、多分ああいう国々のリーダーから見れば、戦争するかしないか、安全保障をどうその敵に当たる国々と切って張ったしようかというときに一つの考慮にはなり得ますけれども、やっぱり経済の指標ではなくてその国の安全保障上の立ち位置がもっと前面に出てくると思うんですよね。それでフランスやのドイツはある意味でもちろんアメリカと緊密ですけれども、 NATO っていう枠内の一つ
なんていうのかな、衣があるんですよね。多分日本はオーストラリアなんかもそうなんですけども、よりアメリカとの同盟関係だけでこう動いているところが表に出やすいという事情はあったかと思います。だから、まあ、あえて考えればその差が、つまり政治的に利用しうるワン・オブ・ゼムとしてのドイツやフランスよりはもうアメリカに直結している日本という立場が安全保障上はすごく利用価値があったということかもしれませんけども、そこは推測の域が出ませんね。それからなぜ人質を最終的にリリースするに至ったかという決断は先ほどアラファト云々の話もありましたけども、やっぱりあれなんじゃないんでしょうかね。これも全くゲスですけども、サダム・フセインはやっぱり国際的な国際条理における自分の立場が不利だということを誘い、本心ではやっぱり真に戦争を回避したいというふうに思ったんじゃないんでしょうかね。もちろんものすごく冷徹に考えておけば、本当に戦争を回避したいと思えば人質を保持しておくという手立てもありえるんでしょうけれども、おそらく そのことの意味がアメリカやら NATO にとって十分意味があり得ると判断されるかどうかですよね。日本でもやっとテロリストとは交渉しないという考え方が一般的になりましたけど、昔は必ずしもそうではなかったですよね。だから自分の保身を図るためには何が何でも世界のその同情を得て今この場で関心を買った方がいいと、したがって戦争を回避したいという思いが強く出たというようにも私には見えますね。いずれにせよやっぱり決めたのは誰々からのアドバイスというよりはサダムの、おそらくサダムにあんまり鈴をつけられる人はイラク国内にもいませんでしたし、周りをふっと振り返ってみてもアラブ世界でもやっぱりいなかったと思いますね。もうその当時サダムの置かれた状況は本当にアラブの世界から見放された孤高の人でしたよね、友人たちからも。だから最後は彼が判断したんだろう、その背景にはそんなことがあるのかなと思いました。はい、ありがとうございます。今の先ほど投げた質問に対して第1ラウンドやって、その後質問がいくつか来てますので第2ラウンドやって、それからできれば第3ラウンドで最後に今後の話などをしたいなと思っておりますので、そういう予定で、皆さんご質問ご回答の方よろしくお願いいたします。はい、それでは大橋さん、先ほどの3点、日本、なぜ日本人が人質になったのかとか、まあ、あとは、まあ、なぜ予測できなかったのかっていうようなところですね。で、そうだ、そういう意味では質問の一つで今関連してきてますので、それもちょっと付け加わせていただくとですね、クエートで何か例えば予知を感じてですね、これはもうやばいぞと、イラクが来るかも、本当に攻めてくるかもしれないからさっさと逃げた方がいいと言って、クエート側の方で逆に予知して対応したっていうようなケースがあったんだろうかっていう質問が来てるんですけども、それについてもお二方お答えいただければと思います。よろしいでしょうか。お願いします。はい、ご質問ありがとうございます。まずですね、なぜ日本がターゲットになったかと、まあ、私はあくまでも人質ですから、それを分かって人質になってるわけではないんですけれども、まあ、イラクにですね、抑留されている間に、そのイラクの人たちとの会話っていうのはいろいろ生まれましてですね、まあ、その中で聞く限りはですね、もうこれは一貫して日本は対米追従であるということですね。まあ、対米追従と言った方がいいかもしれない。で、あれだけ立派にアメリカと戦った国がなんでこの始末なんだと、まあ、こういうのが二言目にはまあ出てくるわけなんですけれども、まあ、それはですね、イラクの親日のですね、姿勢の裏返しの部分もあったと思います。ですから、日本人には気の毒なんだけど、同時に日本人には残念だと、まあ、いうようなところがですね、
イラクの人たちにはこうずっとありましたね。ですから逆に言うとですね、その大使もおっしゃいましたけど、まあ、日本と英米の関係っていうのは、フランス、ドイツのアメリカとの関係とはちょっと違うというふうにおっしゃいました。で、それは私もそうだと思います。であればですね、それを前提に我々も自分たちの身を処していかなければいけないんじゃないのかなと、まあ、中東に長くいてですね、すごく感じるのは、中東にはですね、中立ということはない。で、私は中立です、どっちでもね、どっちの敵にもなりませんから大丈夫ですよっていうことはありえなくてですね、逆に言うと中立っていうのはどちらかに何をされても文句が言えない、そういう立場だと思うんですよね。ですからどっちが強いかは分かんない、とにかく強い方について、漁夫の利を締めようっていう、このリアリズムが中東の政治だと思うんですね。まあ、そういった中にあって、そういう目から彼らが日本を見るとですね、もう対米追従と言うんであれば、これはアメリカと同じじゃないのと、まあ、こういうふうになっちゃう、結果的には最後まで残されちゃったということになるんじゃないかと思います。まあ、あえて大使に僭越ながら一つ、まあ、反論をさせていただきますとですね、まあ、確かにフランス、ドイツが解放されたのと日本の解放された時間はそれほど長くは大きな違いはなかったじゃないかと、まあ、おっしゃりましたけれども、最終的な全員人質解放というのはあくまでもサダム・フセインのイニシアチブでして、もし彼がそのイニシアチブを発揮しなかったら、きっと我々はずっといたんだろうということを感じる次第です。でそれがどうなったかというのは、これはもう神の御座を知るという、まあ、歴史に異譜はないということだと思いますね。それからなぜ予測できなかったのか、逆に予測してる人いなかったのかということなんですけれども、まあ、私の知る限りですね、当時のクウェートでアラブのこと、まあ、クウェートだけじゃなくてアラブのことを知っている方こそですね、ほど問題ないと、大丈夫と、まあ、名前出して悪いですけど、もうアラブのスペシャリストの荒関さんの皆さんなんかもう皆さんそうでしたよね。ですから、すでに7月29日でしたっけね、日本大使館の地下室で、夏祭りパーティーっていうのを、まあ、催していただいたわけですけども、まあ、逆に言えば危機感のなさの表れとも言えるかもしれません。でもみんなそう思ってたんですよね。ですからこれ予測は本当にできなかった、本当に新しい事件だったっていうことは、もうこれはもう致し方ないと思います。ですから、やっぱ今後考えなきゃいけないのは、またきっと似たようなことだけじゃなくて、新しいことが起きるかもしれないし、それは中東だけじゃないかもしれない。で、そういった時にですね、起きてしまったことは仕方ないとして、起きたらじゃあ我々はどうするかと、どうするのがいいんだということをですね、日頃から頭を鍛えることが大事だと思います。ありがとうございました。それではちょっとぐるっと回しますので、保坂さんの方から お願いします。それからもう一回ちょっと質問も来てますので、森本大使にもう一回戻します。はい。時間もないので簡単に言いますけど、まず、なぜ日本人ということについてはですね、おそらく我々がその、イラクあるいはそのクウェートで、出会ったイラク人の大半は、非常に親日的であったことは間違いないんだと思います。ただそのレベルでの親日的というのと、それからかなり上の方でのその政治的な判断というのは、全く連動していないというのが、なんとなく感じたところでございます。まあ、理由そのものについては、お二方がお話ししたのが、まあ、大きいんではないかと思います。それからバグダード移動の判断に関しましてはですね、実はかなり早い段階では大橋さんも少し触れておられましたけども、サウジへの移動、サウジに逃げるというのは、考えて、案としてありました。ただし、その案を考えているときに、欧米人、アメリカ人かイギリス人が、サウジとの国境で、銃撃されて、殺されたという話が舞い込んできまして、シュルシュルとしぼんでしまった。まあ、それは事実かどうかわからないんですけれども、いずれにせよそれでサウジ案というのが、かなりしぼんでしまったという記憶がございます。それからもう一つ、なぜ予想できなかったのか、
ということなんですけども、まあ、これ一つ後付けの話なんですけども、同じ年の5月にアラブサミットがバグダードでありまして、その時に、サッダム・セインが、当時のクウェートのジャービル首長に対して灰皿を投げつけたとかですね、そういう話が後からいろいろ出てくるんですけれども、その当時はいつものことだと、そういう変な噂が出てくるのは、まあ、いつものことだということで、それほど信憑性があるものとしては、まあ、感じなかったというふうに私自身は記憶しております。ただ、直近の時になってですね、やはり、7月の17日が、まあ、そもそものきっかけだと思いますけれども、それ以降 の、 そのクウェート政府の状況を見るとかなり慌てふためいていた感じがしておりました。で、先ほどその大使館に、CNN がないという話をしましたけれども、私自身その CNN を見るためにあの近所の大きなホテルに行ってですね、そこのロビーで CNN を見るというか恥ずかしいことをしていたんですけれども、ある日をきっかけにですね、大量にあった衛星放送のテレビが全部撤去されまして、あ、これはかなりやばいなとこういうふうに考えたことがございます。それが7月の末だったと思います。ただ、本来であればイラク側の話、あるいはクウェートでも報道でもそうだったんですけども、サウジアラビアでの会議が決裂した後に、バグダードでもう一回会議をするというのが我々の共通の認識で、そういう報道が普通にされてましたので、少なくとも8月2日にのあの日に、イラク軍が攻めてくるというふうには、全く考えておりませんでした。で、おそらくこれはあのクウェートの外交団でも大体同じような感じだったと思いますし、後で、バグダードで他の大使館の人たちやなんかに聞いた時でも、まあ、大体そういうような認識ではなかったかというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。今、まあ、あの大橋さんの方から の、 あのご指摘もありましたし、あとあの質問の方でもですね、あの森本大使に対して、やはりその、まあ、あの、まあ、大使のご説明はあったわけですけれども、それでもやはりその人質が人質の盾にされるっていうことが、まあ、分かっている段階で、まあ、あの まあ、どのような形でその日本人の安全をその、まあ、特にイラク当局とですね交渉をしてたのかっていうことについてはどうなんだろうっていうところの質問が来ております。で、まあ、その特に、まあ、これはあの大橋さんのお話にも ありました。やはりあのクウェートから移動させられた方々にとっての一番の、まあ、疑問だと思うんですけれども、第一陣で、まあ、安全についたって言われたから第二陣第三陣というふうに続いたにもかかわらず、あの、まあ、結局全員が人質になってしまった、このあたりのなんて言うんでしょうか、そのミスインフォメーションというか、そのあたりのですね、あの、まあ、あの問題がなければっていう、まあ、あの悔いが、まあ、終わりなんだろうと思います。そのあたり、あの、まあ、現場がどうだったのかっていうことをお伺いできればと思います。で、あともう一つ、あの質問の中でですね、あの、まあ、こうした危機が進行する中で、まあ、解決に向けて、まあ、イラク政府ともやり取りをされていたと思いますけれども、まあ、どういう組織会合などに期待を持たれるようなことがあったのか、まあ、国連にしてもですね、アラブ連盟、あるいは二国間交渉、まあ、様々な形でどういうルートで、まあ、あの危機の解決を、まあ、試みられたのかという質問が、あの、来ております。森本大使、よろしくお願いいたします。あ、ミュート、はい、難しい質問も入ってますけども、あのまずこのQ&A の中で池田さん、私に言っておられることを確かに他のあれにも共通するんで、あのクウェートから在留邦人の皆さんをバグダッドに移送するに際して、片倉大使も城田林大もその移送後、皆さんは一時バグダッドに滞在した後出国させるということについては、あのイラク政府から、まあ、あのかなりの確約を現地を取っておられたと思います。だからこそ第一陣が、到着して我々出迎えに行った片倉大使以下の意思に反して、
イラクの関係の手に渡りマンスールメディアに連れて行かれたことはそれこそ驚愕に値することでしたし、そこは騙されたという感じを大使は持たれたと思います。ただ、さらに言えば、それが分かった段階で、その情報がなぜ残りの二人三人と言っている人にこう伝わらなかったかっていうのはよく分かりませんけれども、ただ一人がそういう目をあったからといって、じゃあ二人三人四人をもうやめようという判断は、やっぱりなかったと思います。その理由は繰り返しになりますけども、じゃあ無法地帯になるクウェートに対してとど、まってくださいと、その残りの方々はそれを責任持って言えるかということとの対比だと思うんですね。それはもう予想されるリスクのどちらがより、生命と安全にとって貴重かという判断で、東京のこれは政府の判断ですけれども、それは分かったけれども、やはり一丸となって行動していただいた方がいいという判断があったと思います。それが一つですね。だから騙されたっていうのはそういう感じを我々も持ちますけれども、それが分かった後での行動はむしろでもある意味で特定の判断に従ってなされたというふうに私は思います。もう一つちょっと順不同ですけれども、さっき大橋さんが言われたいろんな意味でこの湾岸危機から学ぶ教訓というのはやっぱりすごく多いような気が私もいたします。やっぱり一旦日本を出ると、日本のようなその治安が良くて安全な世界というのはむしろ世の中では少ないわけですし、法人の皆さんがビジネスを行う上で安全な場所を確保していくためのそのなんて言ったんですかね、あらかじめのこの考え方を想定を知っておく必要があると思うんですね。今コロナでまさに同じことが言われてますけど、危機管理っていうのはいかなる場合にも最悪の事態が起こった時にそれにどう対応するかっていうのを、例えば皆さん企業活動外国で行う時にもそうでしょうし、私はその今回今のその状況下で日本として考えるべきは、やっぱり湾岸の時にクウェートが出した新聞広告に載らなかったということ、日本の名前が載らなかったこと、それから国際社会からいろいろ言われても、要するにお金は一人、もうすごい金額に相当するものを出しても、実際の行動で何も示せなかったということがいかに日本という国にとっての屈辱であったかということを、まあどの国民の方も感じさせられたと思うんですよね。で、それは一つのきっかけになって、その後随分PKO 法案が成立する前にも機雷想定のために海上自衛隊の掃海艇が派遣されたり、さらにはこれすごく大変な議論ではありましたけど、 PKO 法案が成立するというところにまで来ましたね。で、その後の発展というのは、だからイラクの当時我々が直面してた頃に比べれば、ものすごく大きな日本として安全保障面で行える貢献の手立てというのは増えたと思いますね。集団安全保障の権利さえ一定の範囲で認めて、その我が国の安保体制を考えるというような仕組みも出来上がってきたわけです。だけど、さらに翻って考えてみれば、今のその北朝鮮のロケットが日本の上空を越えて飛んでいくとか、公にその中国が台湾を侵攻する時のシナリオが出てきて、その時の対応についていろいろ書かれるとか、やっぱり引き続き日本を取り巻く安全保障環境っていうのはすごく厳しいものがあるって思うんですね。だからそうなった時に、いやそんなことはないから、アメリカとの同盟関係があればいいからっていうことではなくて、やっぱりみんなが湾岸で経験したことに思いを馳せつつ、何がやっぱり求められるか、何が必要になるかということをそれぞれの立場で真剣に考えていく必要があるなというのを、私は非常に湾岸から得たレッスンとして心に刻んでおります。
ありがとうございました。ちょうど大使がまあ、この湾岸危機から何を学ぶかっていうところをご指摘いただきましたので、まあ、もう時間も予定一応5時までということで考えておりましたけれども、予定伸びておりますけれども、多少、まあ、長くやれればと思います。もう少しできればと思います。今の点ですね、最後の、最後一巡したいと思いますけれども、まあ、この湾岸危機、そして湾岸戦争から日本は一体何を学んだか、大使がおっしゃったように、安全保障面でいろいろとこうその後の展開があったわけですけれども、これがまあ、果たしてどういう方向に行っていて、どのような、まあ、解決法になっているのかっていうようなところも含めてですね、まあ、皆様のご意見をお伺いしたいっていうのが一つです。特に保坂さんの報告の中でですね、クエートの感謝広告に日本がなかったっていう、お金で、その貢献しても感謝広告には乗らないんだって、これが結局単なるミスだっていう後で釈明がありましたけれども、まあ、それがある意味ではそのテコになって、いや、お金じゃないところで出していかなきゃいけないんだっていう方向にぐっと世論が傾い、世論というか、まあ、なんて言いましょうか、意見が傾いていったという流れがあります。そういった一連の流れについて、ざっくり、皆さんのご意見をお伺いしたいなというのが、一つとですね、まあ、二つ目はですね、今日の、セミナーで、まあ、湾岸危機が最初の日本人が、まあ、人質にあって、まあ、大変な衝撃を受けた事件だというふうに申し上げましたけれども、おそらく若い方々は今人質問題とか拉致問題というと、イスラム国であるとか、そういうその国家ではない、まあ、テロ集団であったり、そういったところにこう拉致されるという、ことを思い浮かべる人が多いと思います。でそして先ほど大橋さんがまさにクウェートで、仕事をしていたのに、まあ、まさにそのクウェートやイラクや中東の人たちに壊れて、商売をしていろんなものを作って、やっていたにもかかわらず、そんなものは自業自得だろうというふうに言われたという意見がありましたけれども、まさにこの言い方はその後、まあ、イラク戦争の後にですね、イラクで拉致された人たちに対して自己責任論という形でですね、糾弾を受ける、これはそのどういうレベルであっても、今海外で何か日本人が被害にあると、その人が勝手に行って勝手に責任を負っているのに、なんでその助けなきゃいけないんだっていう、なんかとっても日本内向きな日本を象徴するような出来事にすり替わってしまっているっていう問題があるんじゃないかなと思うんですね。でそのあたり、まさにこういった国家のものであれ、民間のものであれ、その日本人の安全が、まあ、危険にさらされた時に我々日本人はどう対応していけばいいのか、まあ、森本大使がおっしゃった安全保障面で の手立てとはまた違った意味でですね、こういったその危機に対して、特に予測不能な危機に対してどう対応をしなきゃいけないというふうに、まあ、この事件によって学んできたかということをお伺いしたいということが2つ目です。それから3つ目、先ほどまあ質問にもございましたけれども、例えば欧米ではですね、イラン、湾岸戦争、湾岸危機に対しての研究がまだまだ行われている、まあ、過去を振り返ってどうそこから教訓を学んでいくかという努力が、まあ、なされている、それから国際機関などでも、まあ、いろいろな動きもあったりもする、ってそうしたなんて言うんでしょうか、その国際まあ、研究の国際連携とでも言いましょうか、その国際レベルで、こういった危機をどのように解決していくのかっていう、これは政府や民間企業が行うと同時に、やはりその研究レベルでもそういったものにどう対処していくのかっていうのは我々に突きつけられた問題だと思います。そのあたり、まあ、保坂さんを中心にお話をお伺いできればなと思います。それでは皆さん申し訳ありませんけれども、大体、3分か、まあ、そうですね、3分か4分ぐらいずつ、お話しいただければと思います。ではこの順番で、森本大使からお願いいたします。ちょっとすいません、チャットに対する回答を書いてたんで最初の 1,2 を見逃しちゃったんですが、3つ目のそのビジネスコンティニュー、要するに
これからそのビジネスの世界で在来に出た時にどういう心構えで、そういうご趣旨。はい、あの最初はですね、まあ、あの私がおっしゃったような安全保障上のいろいろなあの、まあ、日本の政策変容っていうのはどういうふうにあの考えるかって、まあ、これは大使先ほど、はい、そこは申し上げましたね、はい、あのあれですけど、2番目のご質問、あのご質問はあの、まあ大橋さんがおっしゃったようにその、まあ、民間企業で出ていっている、その民間企業であれ、まあ、ボランティアであれ、メディアであれ、何であれ、日本人があの海外に出て何か危険に遭うとですね、もうバッシングされるようなあの世の中になってしまっている。これはあのとてもちょっと、まあ、辛い状態で、これは一体どうすれば解決できるんだろうというですね、まあ、あの変な話、この状況が続くと本当じゃあもう日本はあの鎖国状態になって、日本で完結してやっていけばあの決して安全に、まあ、それこそ日本がロックダウンして海外と接しない限り危険には合わないんだっていうことにもなりかねない。そのあたりのですね、あの、まあ、日本人としての心構えっていうわけではないんですけれども、あの、まあ、あのこうした、まあ、リスクがゼロとは言えない、ゼロであっても多分起こるときは起こると思うんですけども、そういったところをあの国々と、まあ、関わっていく中でどう我々はあの、まあ、なんていうか、どういう姿勢をあの、取るべきなのかっていうですね、その心構えというか、あの大橋さんが最後 あのプレゼンの時の最後のところでですね、イギリスなんかは全然その政府なんか当てしない、指示はするけど当てにしない、日本は当てにして最後失望するっていうですね、そのあたり あのスタンス、ある意味ではあのお役所に頼りっきりの日本人のスタンスを、まあ、私が解釈した範囲だと少し日本人は見直して自分の足で、立った方がいいんじゃないかっていうふうなメッセージにも聞こえたんですけれども、まあ、そういったあのところで思うことがおありになればというふうに思った次第です。あのそれはね、あの要するに外務省の職員がしばしば感じる一種、今声入ってます？はい、入ってます。あの国内と海外と その問題意識のズレから来る、まあ、摩擦であったり、さっきのバッシングになる摩擦であったりね、あの理解の不足みたいなところがあって、これは ある程度避けられないところがあるんですよ。端的にこれ半分冗談ですけど、半分本気で言ってるのはね、日本の常識は世界の非常識、世界の常識は日本の非常識みたいなその言葉がありますけれども、なかなかその日本のその尺度で考えて一歩外に出た時に対応してみると、なんかおかしいなと。つまりこの喜怒哀楽的なあのスペクトルムではもちろん重なりますよ、 あいつが憎い、あいつが好きだという。しかしこのはみ出た部分とかで行動様式のズレがあったり、社会全体でいや意外と違う発想で動いてるっていうのはいかようにもあるんですよ。だからいや私すごくその点で重要なのは、さっきのその皆さんが仕事の上で外に出られる場合もそうでしょうけれども、よくコンピューターについてリテラシーが大切だって言いますよね、動かすようにできるように。だからやっぱりちょっと口はばったいですけども、世界一歩日本を出た時にこういうのが常識だということについての啓蒙活動というか、正しい情報活動というのがすごく重要な気がしますね。私もさっき申し上げたように、イラクに行って初めてアラブの世界のメンタリティって学びましたけど、やっぱり日本人とは違いますよね。やっぱなんていうのかな、ある意味アラブの人たちって強くて自己主張をしなきゃいけないですよね。日本は集団でいる時に目立っちゃいけない、出る杭は打たれる、だからそこのグループのメンタリティに同調するというのがすごく重要ですけど、それはほとんどの世界で実は通用しないっていうか、外に出たら自己主張をしなさいっていうのはまずアングロサクソン系のあれですよね。で私短い限られた外務省での経験ですけど、出る杭は打たれる、それから目立っちゃいけないという発想をする世界で珍しい国っていうのは実はスウェーデンとかフィンランドとかその辺なんですよね。ヤンテ村の掟っていうのがあって、だけど世界の常識と日本
の常識とか木をいつにしてるかということについて、そういう差があるということを学んでいくというか、そういうことですよということをあらゆる面で、例えばビジネスでこれから世に打っていくときに、やっぱりさっきの発想ですけど、最悪のことはこういう国で起こりうる、その時にはどういう事態になりうるんだということについて、やっぱりもう少し危機意識、ないしは、まあ、要するに啓蒙していくことが重要なのかなというふうにちょっと思います。すいません、長くて。国際連携のことはよくわからないので、むしろ、保坂さんにどうぞ。はい、大橋さんお願いいたします。ミュートの方を解除してください。声が聞こえておりません。はい、失礼しました。ですね、まあ日本が、まあ、世界とどういう関係にやっていくかっていう話だと思いますけれども、まあ、勝者の人間だから言うわけではないですけれども、とにかく日本は世界とこの貿易していかないとですね、生きていけない国にもう今や肥大化しちゃったということで、まあ、思い出すのは坂井谷太一さんの油断でしたっけ、小説の中にですね、もう油が来なくなったら、食料が来なくなったら、日本は3000万人しか生きられないと、こういうこのセリフが出てくるわけですけど、これは、まさしく江戸時代の人口ですよね。だから3人に1人だけが生き残る日本にするんだったら、その全く鎖国しちゃえばいいんでしょうけども、そういうわけにもうならないということをやっぱりみんなで認識する。そのためには海外活動がなきゃダメだと、まあ、こういうことになると思うんでですね、まあ、この辺のですね、まあ、啓蒙っていうか認識をどうやって、まあ、みんなで確認していくかっていうのは本当に重要なことだと思います。ただその、まあ、大使がおっしゃったように世界の常識、日本の非常識、まあ、そのまで逆もあるということですが、むしろ日本がどう見られてどう認識されているかっていうことをもっと今後専門家の方に研究を深めていっていただきたいというのが一つと、あとまあ仕事をしている立場からあえて言いますと、やっぱり強く生きるためにはやはり強い味方が必要だ。だからいかに味方、それもですね、単に強ければいいんじゃなくて、その強い味方でいかに深く付き合っていくかってことがすごく大事だと思いまして、この今回の湾岸危機の中のエピソードでもう一つ大きな印象が残ったのがですね、我々がバグダッドに到着して、まあ、人質になっちゃったと打ちひしがれている時にですね、突然またイラクの艦艇が入ってきて、出光の田代はどこにおると、こういう問いかけをしたわけですね。で、出光の田代さんが特にどうのこうのってことじゃないんですけれども、田代さんが恐る恐る手を挙げたらですね、 あなたかと、出光さんには大変お世話になっているということで、そのまで田代さんは即帰国いただいたということでですね、いかにですね、やはりこの深いかつその決断力のある関係があったか、過去にあったかどうかっていうことがですね、すごい大きなアセットになるんだなということをね、非常に衝撃を受けて感じましたね。で、田少佐さんには、いや、うちもうイラク原油扱ってるんですけど、だってそんなもん持っておくれって感じでですね、やはり長い歴史がいかに大事か、それも深い関係、ああいうのをね、本当に痛感しまして、そのためには我々も中東で言えば中東のリテラシー、これを深めることってすごく大事だと思った次第です。はい、ありがとうございました。それでは最後の保坂さん、よろしくお願いします。はい、まあ、非常に難しいんだと思いますけれども、実は、先ほどの池田さんからのご質問の中でですね、クウェート大使館員、が状況を把握していたとすると、その、まあ、嘘をついたというふうに書かれてたんですけども、実はクウェート大使館員の大半は多分、イラクで、邦人が捕まっていたということを知らされておりませんでした。少なくとも、まあ、私は専門調査員でしたので、外交官ではありませんでしたので、それが理由かもしれませんけれども、私自身には全く伝えられておりませんでした。したがって、まあ、どういうふうに説明したかというと、多分大丈夫でしょうと、大しか多分説明できなかったんだと思います。ただ個人的には、捕まる可能性があるというのは、まあ、そういう認識は持っておりました。で、やっぱりこういった問題で重要になってくるのはですね、
情報収集能力の問題だと思うんですけれども、残念ながら日本の場合にはですね、諜報活動ができないという、まあ、もう根本的な問題が一つあるんだと思います。それからもう一つはですね、なんて訳すんですかね、いわゆる市銀との情報というのも極めて限定的であると、まあ、アメリカからもらうなりなんなりということしかできないわけですよね。例えば湾岸危機が始まる直前に私自身も、クウェートイラクの国境をまで、見に行ったんですけれども、もちろんクウェート側の国境からイラク軍が見えるはずがありませんで、国境は平和ですとしか言いようがなかったんですけれども、ただそういったものをきちんとですね、市銀との情報で、補ったり、あるいはそれをきちんと分析する能力というのが、どの程度持ちうるのかということは、やはりこれは国家の形として、我々、日本人が、考える必要があるのではないかというふうに思います。で、基本的にはその日本の場合には諜報活動も、市銀とも不要であるという判断のもとに今の現状があるのではないかというふうに思ってますし、残念ながらそのヒューミンと、つまり人間との情報をだけでですね、国際情勢をきちんと把握できるということは多分まあ現状ではありえないという感じがしております。これは単に日本だけではなくて、湾岸危機に関して言えばイギリスもアメリカもほとんどみんな外しておりますので、これはまあ日本の落ち度ということには多分ならないような気はいたしております。で、確かその、戦争が終わった後にすぐイギリスに行った時にイギリスの専門家と話した時にですね、やっぱりそのイギリスの中でも唯一、サッダム・フセインはクウェートを狙っているというふうに主張した人が一人だけいたんですが、その方は、中東の専門家ではなくてエネルギーの専門家の方で、まあ、むしろその中東の現地から見るよりも少し離れたところから見る関心を持って見る人がどっかに必要なんだというふうに思います。また同時にですね、最悪の状況を想定した、政策立案というのもですね、やはりいろんな形でやっていく必要があるんだと思いますが、これはもうまさにその平和ボケそのものだと思いますけれども、なかなかその最悪の状況を想定するという作業自体がですね、なかなか日本の研究者も含めてですね、難しいのかなというふうにはちょっと思っております。うちの研究所では時々そういうのをやろうとしてはいるんですが、なかなかその、まあ、シナリオプランニングという手法があるんですけども、そういうことをですね、きちんとその政府なり行政の方にですね、伝える努力というのも研究者の側で今後必要になってくるのではないかというふうには考えております。以上です。はい、星坂さんどうもありがとうございました。まあ、ちょうど時間も開始から、よって2時間で考えておりましたけれども、大幅に伸びまして30分に、なろうとしております。まあ、今最後に星坂さんがおっしゃいましたけれども、一言をちょっと付け加えておくと、まあ、アメリカ、イギリスも見れなかったっていうのはあるんですけれども、見れなかったっていうか予測できなかったっていうことはあるんですけれども、アメリカの場合は特にその後 9.11 にしても、何にしてもですね、まあ、あれだけの諜報機関を持っていながら、全部間違ったことをずっとしてるわけなんですよね。湾岸戦争の後 の湾岸戦、実はアメリカっていうのは湾岸戦争まではイラクの情報は全くも持ってない、これは逆にそのアメリカは、まあ、なんて言うんでしょうか、その間接的な情報しかそのイラクから取ることができなかったって、情報が全くない状態 で、自分たち その情報機関にのみ頼って、経済制裁を、まあ、ハンドリングし、まあ、イラク戦争をやり、占領をやり、で今とんでもないことになっているっていうですね、諜報活動をそのなんて言うんでしょうか、その深夜隠しするっていうのはアメリカの失敗から問題だろうっていうのはよくわかると思います。そういうことを考えると、一体本当に何をもってその相手の国を分かるのかっていうのは非常に難しい問題だと思います。もちろん我々だって、全てのそれこそイラク国民2000何百万全員の意見を知ってるわけでは決してないし、じゃあその世論調査を見てれば、大体彼らが何を考えてるのかが分かるってわけでもないし、もちろん要人の、が言ってることだけを聞けば物事が分かるってわけでもない。それを
総合的にどういうふうに理解していくのかっていう、これは別に政策に役に立つ役に立たないの問題ではなくて、先ほど森本大使がおっしゃったように、日本人個人としてどうそのものを見ていくかっていう、そのその立ち位置ですよね、立ち位置をどういうふうに定めるかっていうところで、やはり情報というか、その相手をどう知るかというのは非常に重要なポイントになってくるんだろうなと思います。その中で当然のことながら語学であったり、あるいは相手国の文化歴史を知るっていうことも重要ですし、それぞれの学問、政治学なり経済学なりを学ぶっていうことが重要、ここから先がなんとなく先生臭い話になってしまいますけれども、こうした学問の分野で、どんどんその方法論であり、ツールであり、その情報ソースでありというようなことを開拓していく必要があるのかなということを今日は、実感させられた一日になりました。ということで、時間も参りましたので、最後保坂さんの方から、最後まとめの言葉をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日はお忙しい中、あるいはその貴重な夏休みの時間を使ってですね、中東目標フォーラムのセミナーにお集まりいただきまして、どうもありがとうございました。冒頭酒井さんの方、ご挨拶、それからその後のプレゼンテーション、あるいは質疑応答からも分かる通り、湾岸危機というのは世界あるいはその日本に、極めて大きなインパクトを与えたというふうに思います。しかし、残念ながらその30年という時間、の経過というのは非常に残酷なものでですね、この世界史的に見ても極めて重要な事件はすでに、風化し始めております。今回このような形でですね、30年前に我々が経験したことを、事件を知らない方々、に伝えるということは、研究者、あるいは外交官、あるいはビジネスマン、それぞれ立場は異なるものの、重要な使命だというふうにも考えております。本当は2時間の予定だったんですけど、結局2時間半、しかしこれでも全てをお伝えすることは多分、不可能だと思います。ただその一端だけであってもですね、このような形で、ご紹介できたということは、十分意味があるというふうに信じております。中東目標フォーラム自身はですね、もともとはそのアルジェリアで起きたイナメナス事件をきっかけに、研究者、ジャーナリスト、ビジネスマン、官僚、そして NGO などですね、垣根を越えた情報共有の場として作られました。でその点においてもですね、日本人の海外における安全について議論する、最適な場というふうに言うことはできると思います。今後ともこのような機会を設けてですね、積極的に情報発信に努めていきたいと考えております。最後に、本日のパネリストの皆さんに改めて御礼申し上げるとともにですね、企画、それから準備、リハーサルの段階からですね、中心的な役割を果たしてくれた東京大学スルタンカーブス講座の、特任准教授で中東目標フォーラムの世話人でもあります、鈴木博之さん、また、裏方としてお手伝いいただいた東京大学大学院の浜中さんにもですね、感謝の意を表明したいというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。最後にまた最後の最後で申し訳ないですけど、酒井さんから、事務的な連絡があると思いますので、それでは酒井さんよろしくお願いします。はい、どうも保坂さん、ありがとうございます。私の方からは先ほど お知らせした次回以降のご案内をですね、再び最後に流しておきます。これで会は終わるんですけれども、アンケートの方をですね、おそらく皆さんの方に、お流ししているかと思います。で、このアンケートはですね、皆さん自由に書いていただきまして、その上で、今後もですね、このような形で会を進めていきたいと思っておりますので、ぜひ、ご自由に、こういったテーマが取り上げてほしいとか、そういったことも含めて、流していただければと思います。それではごめんなさい、間違えちゃった、間違えてしまいました。これで出てるのかな？出てます。
出てますね、はい、こちらあの9月の18日にあの、まあ、同じテーマですけどもイラン・イラク戦争から40年湾岸危機、湾岸戦争から30年というシンポジウムもございますので、ぜひこちらの方にも皆さんあのご参加いただければと思います。それでは本日はどうもありがとうございました、またまたのご来場をお待ちしております。ありがとうございました。失礼いたします。